1992年の夏の甲子園で当時、星稜高校の4番で出場した松井秀喜が馬淵監督率いる明徳義塾相手に5打席連続敬遠され、チームは敗れました。それから20年後、高知大会の決勝で、同じく馬淵監督率いる明徳義塾から5打席敬遠され、敗れた選手がいました。その名は高知高校の則金俊です。今回は5打席敬遠された理由と則金選手はその後、どのような野球、人生を歩み、現在はどうなっているか調査していきましょう。選手紹介。今回の主役となるのは則金俊選手。1994年生まれで左打ちのない野手で、現在も現役として活躍している。年代的には大谷翔平や鈴木誠也と同い年である。5打席敬遠された3つの理由。1つ目、入学直後からコーチの主力であった。則金が高知高校へ進学した経緯。香川県出身の則金であったが、高知高校に進学。進学した理由は則金が中学最後の試合で高知中と対戦し敗れ、このメンバーと野球がしたいと思ったからである。高知高校入学後、1年夏、部員が100人以上いる中、6番、セカンドでレギュラー。2年春、2年生ながら4番を務める。2年秋、新チームから主将を務める。このように強豪の高知高校において、下級生時代からレギュラー、そして主力選手と活躍していた。しかし、2年夏まで甲子園には出場できず。5打席敬遠された3つの理由。2つ目、選抜をかけた大一番での活躍。秋季四国大会、準決勝、高知、対、明徳義塾。勝てば選抜確定の大一番の試合。県大会準決勝では明徳義塾が4対1で勝利。則金は4番ショートで出場。5番には楽天の和田が出場。試合開始です。則金の先制タイムリーや和田の2打席連続タイムリーなどで、高知が2点をリードして前半戦を終える。7回に明徳義塾の4番西岡のタイムリーで同点に追いつく。9回にチャンスの場面で則金に打席が回り、インコース高めの球を振り抜き、特大本塁打、2年ぶりの先発出場を確定させた。一方、明徳義塾は4期連続の甲子園を逃した。5打席敬遠された3つの理由。3つ目、夏季大会で絶好調。夏季大会での則金の成績。準々決勝、高知中央戦、元ヤクルトの田川から本塁打を放つ。準決勝、伊野翔戦、本塁打を含む4打点の活躍。2試合連続本塁打を放つなど則金は絶好調であり、このまま宿敵、明徳義塾戦に臨むこととなった。則金が5打席敬遠された試合。選手権高知県大会、決勝、高知、対、明徳義塾。春夏連続出場を目指す、高知と3年連続の甲子園を目指す、明徳義塾との運命の一戦。本チームではこれまで明徳義塾が2勝1敗と勝ち越し、則金は4番ショートで出場。試合開始です。初回にバッテリーエラーで高知が先制。1回1死1塁で回った則金の1打席目は四球。3回1死1塁で回った則金の2打席目は甘く入ったボール球を打ちレフトフライ。5回に1死ランナーなしで回った則金の3打席目はストレートの四球。その裏に明徳義塾、市崎のタイムリーで同点。8回1死ランナーなしで回った則金の4打席目もストレートの四球。10回2死2塁で回った則金の5打席目は捕手が立ち上がっての敬遠四球。12回2死1塁で回った則金の6打席目も捕手が立ち上がっての敬遠四球。その裏に明徳義塾、市崎のこの日1本目のタイムリーでさよなら。則金の試合成績まとめ。2打席目でボール球を要求した捕手に対し、投手がコントロールミス。
その球をレフトフェンス近くまで飛ばしたことがその後の全打席四球につながったと考えられる。3打席、4打席目はランナーがいなかったので、面目を保つために捕手が立ち上がっての敬遠はしなかったと考えられる。試合後の馬淵監督のコメント。明徳義塾の甲子園壮行会に高知高校の主将の則金が出席。その際に馬淵監督から呼び止められ、敬遠して申し訳なかった。でも、君にそれだけの力があるということ、大学でも必ず通用する、と激励を受けた。このことを受け、則金自身も野球選手として自信がつき、現在も野球人生を続けていると語っている。亜細亜大学時代、高知高校を卒業後、亜細亜大学へ進学した則金の成績はこちらです。1、2年時はヘルニアなどの怪我があり、無安打であった。3年秋からレギュラーに定着し、首位打者を獲得。そして、藤岡などと共に全国優勝を果たした。4年時は肩の怪我などもあり DH で出場。プロ志望届を提出したが、怪我や4年秋のリーグ戦での不振もあり、指名漏れとなった。パナソニック時代、亜細亜大学へ卒業後、パナソニックへ入社した則金の成績はこちらです。現在、入社5年目であり、社会人野球の2大大会である都市対抗と日本選手権のすべてに毎年出場している。特に1年目の選手権では本塁打を含め4打点と活躍。1年目ながら社会人野球の年間ベスト9を2塁手で獲得した。その後もチームの主軸として活躍し、4年目から主将も務めている。今回は明徳義塾に5打席敬遠されたもう一人の打者、則金駿選手について紹介していきました。明徳義塾を破って選抜に出場。夏の大会では2試合連続で本塁打を放つなど自称、馬淵監督が最大限警戒した結果このような結果になったと考えられます。また、則金選手も大学では日本一、社会人野球でもベスト9に選ばれるなど、アマチュア野球界でも代表する選手の一人に成長しました。今後も則金選手の活躍に注目していきましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。